話しよ。ぷいぷい見て。始まった？あ、ちょっと待って。子供がさ、始まった？ちょっと待って。画像はなんでこんなに。え？始まってる？始まった。はい、始まったってことで。はい、皆さんこんばんは。久々のミスターチャンネルですね。久しぶりですね。まだこのね、これ定期的にやるんじゃなかったんですか？ですね。なんか久々だね。元気だった？まあまあ。みんな元気だった？大丈夫？本当久々になったもんね。ここでしか会わない。ここでしか会ってないね。本当だったらね、いろんな会場で会うんだけど会わないね、最近ね。いやいや、皆さん、楽しみにしてましたか？いや、今何？ご飯の時間帯かな？8時は。楽しみでしたかな？まだかなって。ああ、楽しみでしかないとか、あ、コメント来ましたね。あ、マリベルさん、はい、俺ね、宮崎で会ったのよ。ついに。ついに、マリベルですって。ありがとうございました、当時は。何の会場だった？宮崎のシーガイアで、こんばんは。ジェリス。ジェリスの試合で行ってる時に、行ってますって。ぷいぷいさんが。ついに。ついに、ついに、ついに出会えた。想像したの感じとは違った。いや、違った。俺、やっぱりちょっとまだ年配者っていうか、俺より上の人かと思ってたら、まあ言っていいのかな、これ。あまり若いですか。まあまあまあ、まあ、好青年だ。お水もいただいてね。あ、めちゃくちゃ暑かったんで、差し入れももらっちゃって、ありがとうございました。はい。で、もう何、今日はまたいつも通りですか？そうですね、もう今ちょっとほら。あ、そうや。あ、そう。ちょっと本題に入る前に。はい、本題に入る前に。はい、これを。じゃーん。やりましたね。やりましたね。これは、クラウドファンディングの印象に残った選手のランキングで、なんと高松大輝が1位を獲得しました。ありがとうございました。皆さん。逃げ切りましたね。逃げ切りましたね。逃げ切りましたね。とかしてない？若干ちょっと石川俊作の追い上げを怖さを感じてましたけど。俊作がさ、なんかツイッターでつぶやいたじゃん。負けたくないって、大輝さんに負けたくないって、お前そういうの良くないでしょ、お前。いや、いい意味ですよ。いや、いい意味やけど、まさかね、いやもうこれ、ダメだったらもうミスター使えなかったね。え、修作君にミスターと紹介を。返上するしかないでしょ、西川に。西川にも返上するしかなかったと思うけど、でもさ、まあ、OB もいるけど、現役選手もいるよね。今回ちょっとね、今までと違うやないですか、ね。ベストイレブンとか選んだ時の様相とはちょっと違いますよね。うんうん、現役選手まあ、1位、2位はいいとして、3位がもう三平ですよ。どうですか、うん、うん。いや、もうだから、やっぱり結構最近のね、うん、選手っていう、もう僕の中ではそういうイメージですけど。ね、うん、やっぱり印象に残ってんのかな、三平は。まあね、人間的にね。根強いファンはもう本当、いるんだ。いまだにサポーターに聞きます。三平ロスが抜け出せてないって。ねえ、あの時の契約満了はね、三平もね、うんって言ってたからね。ちょっと痛々しい、ね。もう今だって甲府でめっちゃ活躍してるじゃん。いや、よかったっすよね。ねえ、うん、だって今何歳も 35 とか、塩、うん、まあでも得点も取ってるしさ、うん、大分戦も言えたしさ、うん、帰ってきてほしいね、最後ね、1年ぐらいね。ね、うん、まあ、いい経験してるんでね、うん、まあ、怪我なしに頑張ってほしいね。で、4位から行くと、マグノ・アウベス。お、もちろん。ああ、ぷいぷいさん。熱狂的だ。ありがとうございます。いや、マジでお会いできたのがマジで嬉しかった。ね、マグノ・エイジ。マグノ・エイジやっぱり強いね、外国人の選手で言うとね。うんうん、ここはね、ほんとね。硬いね。うん。ウェズレーが入ってないのが意外だったね。あ、うん、あ。いや、入ってる、入ってる。あ、入ってる ?20。ああ、23、まんま。で、そっから、松本麗。麗、うん、もね、長かったからね、大分ね。そうですね。在籍期間はほんと長かったんでね。あ、まあ、多分顔で選んでんじゃないかな、これは。そういうこと言う。で、7が野村選手。ああ。え、高木よ、高木、そうそうそう、高木野村、うん、ここがもう現役選手やね、うん、野村がね、やっぱり今シーズンの活躍がすごかったから、やっぱり入ってくるよね、うん、印象いいもんね、今季の本当活躍は10番良かったですね。で、そっからだいたい
9が藤本、あ、トモキが10位か。うんうん、で、伊佐が入って、まあ、司が入って、清武。清武もこんぐらいなんだね。うん、まあでも、在籍期間そこまでないじゃないですか、やっぱ。まあそうね。まあ印象はやっぱ強いですけど。いや、だから高橋大輔とかさ、うん、めちゃくちゃさ、愛されてなかった？うん。案が入ってないもんね。まあまあ。もうだからもうナビスコ世代ではないですよ、今の。まあまあもう。ナビスコって言っても分かんないかもしれないですよ。なんかまだそこをなんか俺らが引きずってるんだから、ね、いやいやいや大丈夫。一応ね、タイトル取った、唯一タイトル取ったんでね。そうそう、まあまあでも、いい選手いるね、こう見るとね。いやいや。めちゃくちゃ。うん、ね、あ、でもやっぱりユース入るのは嬉しいですね。ね、もう嬉しい、本当このね、若手が入ってきたのが嬉しいね。うん、弓場とか安田とかね、うん、高畑。でもウィルとかさ、知ってるの？知ってる。逆にすごいウィル。知らないでしょ？ウィルはマジでいい選手だったよ。っていう話は聞くんですけど、ね。暴れるけどね。一回マリノスで暴れてクビになったよ。あ、そうなんです。選手同士で殴って。味方選手、ね。味方選手を蹴って。で、したら、ちょっと今、あの、もういい。これはもういい。あ、いいんですけど、あ、今、あの、ウェズレー選手から。ウェズレー選手かな？そう、選手じゃないのかな？今選手じゃない。いや、代理人してんじゃないかな、ブラジルで。ウェズレーさんから今の SNS の方にメッセージが来て。なんて？読めるの？ポルトガル語。あ、ちゃんと英語で。はい、英語で？ベストプレイヤーって。ベストプレイヤーだって。うわー、ウェズレーウェズレー見てんのかな？ウェズレー会いたいよ、ウェズレー。あ、でもね、ブラジル朝？朝のところ今8時。いやいや、もうウェズレーはもう人間性がもう素晴らしい人でしたからね。まあなんかやっぱり日本を愛してたね、彼は。会いたいね。いや、あの、いつも SNS で、かなりいつもいいねとかコメントとかくれるんですよ。あ、本当に気にしてくれてるじゃないですか。気にしてくれてんの、うん、本当にミスターチャンネルを、うん、もっと違うとこ気にした方がいいんじゃない？あと、エイジの息子。あ、エイジの息子もね。うわ、嬉しいね。ウェズレーと飲みたいな。めちゃくちゃ酒ついから。あ、そうなんです。何飲むんですか？ビールをもう水みたいに飲むよ。まあまあ、あの体のね。いやいや、もうウェズレーはね、すごい。もう外国人で一番飲むんじゃないかな。あ、そうですか。そんな飲みますよ。はい、ちょっと、もういいですか、これは。もういい？おめでとうございます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。はい。もう殿堂入りでいいんじゃねえかなと思うけどね。あ、いや、でも本当そうですね、そうですね。強気とか。いやでもミスターですからね。いやいやいや、もうじゃないとミスター取られちゃうじゃん。取られちゃう。いや取られない。自分から返しゃいいな。変の社変の社。いやおかしいで今日。変のすの。ミスターはもうずっとミスターで大丈夫。わかりました。はい、まあじゃあ今日は、はい、戻しますか。はい、話をで。ここからもう明日ホーム戦ってことで残り三節。はい。コメント来てんの？いっぱい来てます。いいですか？いいよ、はい、コメント。いやもう一番多かったのが、はい、やっぱこういうなんで勝てないんですかっていう質問がめちゃくちゃ多かったですね。一番最初の質問にしたらさいきなりぶっ込んでくるよね。なんで勝てないってやっぱり変えましょうか。いやいや、どうですか、どう思いますか。まあこれはまあ一体感足りないっていうのはそれは感じないですけどね。ね、俺もそう、俺も一体感はあると思う、うん。やっぱりどうやって勝とうかっていうのはしてると思うんで。はあの前半戦からそこは変わってないのかなっていうのはありますけど。うんうん、はい、逆に良くなってると思う。一体感でチームとして戦おうっていう気持ちはあるかなっていうのを感じる、うんうん。まあ。結果がやっぱついてこないからこそ。ですね。言い訳はしたくないんだけど、俺はやっぱり怪我のところが多かったのかなで、タイミング悪かったな、怪我人の。まあ、シゲが特にそうじゃん。天皇杯で怪我したりとか。うん、あそこやっぱずっと大きいですね。で、やっぱあそこから3バックできないっていうのも出てきましたよね。うん、ちょっとバランス崩れたやろ、うん。で、また中川が良くなった時に中川が怪我したりとか、うん、良くなった時にちょっとまた怪我人が、中心の選手が怪我して、また野村が怪我したりとか、まあちょっとね、なんか乗り切れてないシーズンだったかな、後半戦は。うん、っていうのはあるから、うん、いやもう選手たちはね、勝とうとめちゃくちゃ努力してるよ。まあこれはライブ配信だからね、あんまり言いたくはないけど、選手は本当必死になって、うん、ミーティングもして、いろんな話し合いもして、うん、勝つために日々努力っていうか準備はしてるんで、それはご理解してほしいね。そうですね、はい、うん、
あの前半戦が良かったので、うん、後半戦とミスターから見たら何が一番違うんでしょうかと。あ、どうですか前半戦とりあえず振るのやめても内容は、内容僕は後半の方がいいって思ってるんですよ。前半は、そんな、なんでか、まあ、その、なんすかね、分ける試合を勝ててとか、なんか、まあ、うまく転がってきたっていうのはあるんですけど、後半戦、前半戦が逆に良すぎたからね、なんかうまくいってなくても勝てたとか、まあ、それ運もあった分もあったし、まあ、その辺のところで、まあ、波に乗っちゃったよね、まあいいサッカーもしてた時もあったし、まあ相手に対策される前に自分らのサッカーしてたっていうところも前半戦はあったけど、後半戦はやっぱり失点の仕方がすごい悪かったね、まあセットプレーの失点が多かった、ね、特にセットプレーで流れをね変わっちゃったし試合が多かったんで、なんかもったいない失点が多かったのかなっていう、まあ、特にセットプレー、あとは時間帯、まあ、立ち上がりの10分、終わりの10分だったりとか、なんかそういうところでね、失点するから、結構チームとして乗れないんだよね。分かっててもなんか防げれてないとか。でも今、失点を減らそうという形でやってるじゃないですか。はいはい、そうなの。でもそうすると今度得点が全然取れなくなりますよね。そうなの。だから課題はあって課題を解決したら違う課題がまた出てくるっていうのが今の現状かな。まあ、守備を立て直そうとして、まあ、後半戦特に失点が多かったから。さあ守備はある程度安定しだしたけど、攻撃が次できなくなったよね。特に藤本左サイドね、メンバー変えて、ちょっと攻撃のところで違いが見せれなくなったとかあるし、あとは野村がいろんな複数ポジションで役割が変わって、またちょっとね、何かしらのバランスが崩れてたのもあると思う。うん、藤本選手、でも前節、栃木戦は良かったですよね。いやいや、もう吹っ切れたよ。だからあれはね、多分司とか相当アドバイスしたと思う。やっぱり彼は攻撃のが武器じゃん。やっぱり守備の負担は周りがね、あのサポートすればいいのよ。やっぱり攻撃でそれだけの力出してんだから、やっぱりそこでバランスじゃん、やっぱり。で役割はっきりしてましたよね、やりとしての。そうだからどんどん生かして、もう藤本で1人2人来たら、他の選手が空くわけだから、うん、やっぱりその辺がね、前半戦特に良かったじゃん。やっぱり体のうまい使い方うまいわ、彼は。はい。いいです。いいです。いいですか、はい、いいですって。はい。なるほど。はい。失点の話とかね、なんかいろいろ、やっぱり皆さんいろいろ。あるんですよね。コメントね、そうですね。これですね。シゲは本当にね、ハードワークできる選手だから、あの本当天皇杯のね、怪我は痛かったね。で、スリーバックのやっぱ右がずっと見つからんままで終わりましたね。ちょっとシゲに変わる選手って言ったら、松尾も途中頑張ってたけどね、まあ、守備のところでって言うとやっぱりシゲの方が全然ハードワークできるし、やっぱり秋田で鍛えられたんじゃないかな。ね。まあ、そんないない選手のこと言ってもしょうがないんでね、そこはね。そうですね。だから失点に関する質問も多かったですね。結構反省が失点を減らなかった要因なんでしょうかとか、結構失点絡みの質問は多い。まあ、まず後ろの選手がさ、うまくさ、メンバーもさ、固定されてない、まあ、ペレイラぐらいだったかな。まあ、ほぼみんなさ、安藤、デルダン。まあ、3バックで行ったりとか、まあ、ウェイビスが最初中心だったりとかさ、メンバー見たら分かるじゃん。それがもう原因ですよ。普通だとうまく守備いっとけばメンバーも変わらないし。特にそうですね、最終ラインはね、やっぱり。なかなか変え、まあ、キーパーもそうやけど、なかなかさ、変えるっていうところはないじゃん、選択肢で。だからうまくいってないから、やっぱりそこの辺の選手を変えながら回してた。ずっとやりくりしてた感じですね。ちょっと見極めながら、対戦相手に変えながらとか、コンディションだ。とかあったと思うんで、まあちょっとその辺がね、失点の要因ではないとは思うんやけど、うまくいってない理由にはなってたとは思いますけど、調子が上がらないのですが、浮上の鍵は何でしょうか。これも結構いっぱいあるね。浮上の鍵ね、まあ、人であるのか何であるのかっていうのもあるんですけど、いやだから今シーズンさ、いつもシーズンだったらさ、最後になるとどんどん良くなっていくのが大分トリンタだったじゃん、チーム状態が。でも今シーズンちょっと姿勢になるかもしれないけど、どんどんちょっと悪くなっていってるイメージでしょ、だからチームとしてちょっとね、成長できてるのかなっていう心配はあるよね、正直。
外から見て。積み上げ。積み上げと、そう、積み上げのとこで、去年もだって、プレイオフに向けて徐々に本当にどんどん良くなって、硬いゲームもしてたじゃん。まあ、プレイオフで熊本には勝てなかったけど、今シーズンはちょっと逆に行っちゃってるんで、それがもう今のチーム状態なのかなと思うけど、どうしたら浮上しますか？残り3試合。それは分からない。まあ、きっかけっていうか、やっぱり若い選手じゃないんかな。なんか、もうあと3試合しかないけどね。でもなんかそういう、俺がっていう選手が出てきてほしいけどね。まだ。うん。命どう思う？3試合で。残り3試合。浮上の鍵は。鍵は難しいな、もう。ここは。もう前から行くとか、はめる。前半戦みたいに。まあまあ、伊佐選手が今節どうなるかはちょっと分かんないですけど、怪我で。確かに、ね、戦い方をね、まあ一回戻すっていうのも一つかもしれないですけどね。難しいですね、これはね。浮上の鍵は何でしょうかって言われてもね。それが分かったら多分すぐ皆さんもやってると思います、志麻さんも。だからそれに付随して、ズバリ、キーマンは誰？キーマン？もう全員よ。誰？ああ。大輝さんなりの。俺？大輝さんなりの見解。もう今はもう本当藤本かな。正直。正直、攻撃のとこでは、うん、あとは本当野村がいたらね、うん、まあ、野村が怪我どこまで回復してるかっていうところもあるし。野村選手、中川選手、うん、そうですね。だからコンディションが、だから上がどこまで上がれるかだと思うんで、でも上がってない選手とかってもね、意味ないし、そうなるとやっぱり今、栃木戦でもね、ちょっと自分の良さを出してきている藤本に、頑張っていただくかな、攻撃のとこで。うん。まあ、あとは伊佐かな。うん。伊佐がやっぱりゴールしないとね、フォワードが。そこはもう、もう今回、今年もやっぱりそうじゃん。ゴールできてないでしょうだからね、攻撃陣が。特にサムエル。ちょっとサムエルはちょっと期待してたけどね。ちょっと太ってきちゃったりとか、1年間ちょっとうまく。厳しかったっすね。厳しかったっすね。厳しいシーズンでしたね。能力は本当高い選手なんだけどね。まあでもいろんな方がね、サムエルを支えたけどうまくできなかったっていうのがもう事実ですから。23歳になった。23でしょ、まだあれね。あれでって言ったしね。23だよ、まだ。もっとだからもうちょっとサッカーに向き合ってほしいね、うん。なんかね、もっと頑張ってってか、なんか、淡々とやってるでしょ、練習も、うんうん。ね。なんかブラジル人って言ったらさ、もうお金を稼ぎに来てるじゃん。うん、もう俺を出せみたいな、あれがないのよ。最近のハングリー精神はそうですね。最近のブラジル選手、そんな感じはないです、ね。もう昔の選手なんか、ちょっとの怪我とかやったら、絶対試合に出て、もう活躍 したいから、うん。それがなんか今のサムエルには、俺はちょっと感じないかな、見てて。そうですか、うん、もっと貪欲にやるんだけどね。うん、でも取材をお話をすると、うん、今はとても幸せで、こんなにいい人生はないっていう感謝の気持ちはとても述べられる。ああ、まあそれは大事かもしれないけど、はい、やっぱりね、ブラジルから来て。まあ環境良すぎますよね、今ね。分かるけど、やっぱり本職で。プレッシャーがそこまでかかってないですもんね。でも本職で、まあね、結果出てないから、違うハングリー精神はないと、もう契約が、ね、そう、契約が終わったらもうバイバイよ、そら、シビアに。幸せはいいんやけど、ちゃんと結果出さないと契約満了ですよってなるからね。そこはね、昔考えてシーズン中とかでも切られてない。いいよ、切られるよ。だって助っ人で来てるわけだから、うんうん、それは給料も安くないと思うんでね。はい。あ、で今質問来たんですけど、ミスター的に怪我が多い原因は何でしょうか？芝の環境とかはどうですか？芝の環境はめちゃくちゃいいですよ、トレーニングの。そうですね、2008年は絶対いいですよ。2008年、環境はね、トレーニング、あ、松岡の練習場は本当管理してる人たちが必死に、もうだって1面しかない芝を毎日使ってるところをあんなピッチで状態するっていうのはもう感謝しかないと思うよ。ドームも良くなりましたよね。ドーム良くなったよ、もう。これぐらいの芝生でたじゃないですか。今ハイブリッドじゃん。まあそれでもまあね、すごく良くなったやん。最初の頃なんかさ、もうこんな芝が剥がれたらあんな中でやってみも怪我しまくりやからね。ぬかるんでましたもんね。そう。で、代表の試合があったのよ。
で、トゥーリオが来て、レッツで来た時に、グラウンド悪すぎるよ、こんなの、こんなところで試合できねえよっつって動いたの。覚えてるでしょ。臨時サッカーかって。でしょ？いや、我々があんだけ言ってんのにさ、全然動いてくれなかったのは、トゥーリオ、ありがとうって。懐かしい。けど、原因は、まあ、やっぱりこの2年目で、下平監督の練習の負荷っていうところも、やっぱり上がってきてるとは思うんで、その中身のところと、まあ、あとはやっぱりトレーナーのとこじゃないですかね。まあ、やっぱり試合での怪我はもうしょうがないと思うんですよ、正直。どんだけ準備しても。でも練習での怪我は、やっぱり選手に問題もあると思うので、準備しろってことだから。まあそこは大事でありますよね。はいはい、だからそこで怪我したらもう話になる、練習でね。まあ、その辺のところはね、毎日見てるわけじゃないんで分かりませんけど。まあでも、怪我の復帰が、長引くっていうのはちょっとどっかにも問題も出てきますよね。やっぱりあるのよ。俺も結構あったけど、やっぱり原因がわからない怪我ってあるじゃん。でも画像上まあ、するのよ、うん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 、でもまた1ヶ月後取ったら疲労骨折したりとかあるの、うんうん、まあその辺はね、まあトレーナーとうまく付き合いながらとか、うんうん、これ今シーズンだから筋肉系が多いじゃん。筋肉系多いですね。だからちょっと何かしら原因があるのか、負荷が大きいのかね、トレーニングで。それって選手が判断できないですか？いや、それはできないよ。ちゃんと1週間のスケジュールの中で、今日は追い込む日、うん、今日は戦術の日とかとかあると思うんで、うん、その中でね、まあ、できる選手はできるし、できない選手はちゃんと準備してこいよってことになるから、うん、そこ練習を。うん、変えるってあんまりなかなかないかもしれないですね。選手判断で今日はみたいなのは絶対ない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 。そこはまたコーチ監督が、あ、今日なんか体が重てえな、トレーニングに なった時は多分スタッフ陣が中身を変えたりすることはあると思うけど、うん、選手からお願いしてとか絶対それはないね。でも多分怪我が多いかもしれないですけど、うん、練習だから、うん、こうカッチンのやつでも結構休むとかいうのも多くなってるんですよ、今。うん、その辺はね、昔と違うよね。うん、やっぱり、ちょっとした怪我だったら、もう、ね、休ませてる方向に行ってますよね。休ませて、次の試合に合わせた方が、うん、まあ、コンディションもいいし、うん、っていうことでしょうけど、我々は。昔ほど、そんと、もう、1試合休むと、もう、スタメン取られるんでっていう、ああいうピリピリ感は、なんかなくなってるのかなという。その辺はね、どう考え方で、ね、まあ、時代も時代やし、わかんないですけど、ね。考え方だよね。うん、まあ、正直、選手はみんな試合出たいから、まあ、多少の怪我だったらね、やりますって言うけどね。って言いますかね。うん。今はどうなんやろ、選手によるんじゃない、怪我に強い選手もいれば、うん、まあ、ちょっと多少の痛みで、やっぱり、プレーできないっていう選手もいると思うんで。うん。芝はいいです。はい。はい。ここさっきから得点の話がまたコメントが多いですね。2、3年と点の取れる選手がやっぱり欲しいっていう。ああ、本当そうだね。本当。かけた取れんと。いや、本当そう。それはもう本当おっしゃる通りだと思いますね。やっぱり2桁得点をいないとやっぱり上位にはいけないと思うね。昇格を狙うんであればそうですよね、うんうん。やっぱり中心になる選手がいると、やっぱりそこにマークも集まるし、やっぱり周りの選手もね、生きるんですよ。やっぱり2桁得点取れる選手がいるっていうのはチームには大きいと思いますね。欲しいね。だからそういう選手になれる選手はいるんだけどね。長澤とかも怪我だったりとかさ、本当ちょっと怪我がね多かったんだよね。伊佐もね満身創痍でしょ、うん、でサムエルももう太って帰ってきちゃったでしょ。ね、でもと則明選手もですね、最後にストライカーというフォワードが出てこない要因は何ですか？うん、ああ、ああ、それ前に俺は後藤の方がね、すごかったと思うよ、藤本より。でもこの時4人取ったよね。そうそう、三本平とかね、10得点。だからあの時は本当バリエーションっていうかさ、なんかこれを考えたらすごいですよね。ね、すごいと思う。4人2桁取るって、うん。あの時の中心がやっぱり後藤だったと思うんで、うん、ね、あの時はすごくね、見てて面白かったじゃん、うんうん、やっぱりそういう得点が多い時はやっぱり見てても面白いよね、うん、がだと思います。で出てこない要因は何ですかってね、出てきてほしい。俺も要因はもう、まあ、取ってきてほしいですね。あ、そこです。出てこない要因はあ、補強 GM 強化
メンバーが固定できないのは辛いですね。ああ、そうね。まあメンバーを固定して戦う、年間を通して戦うってのはなかなか難しいと思うのよ。うん、でもまあある程度はね、うん、結果で出とけば、まあ、固定しないっていうか固定してるように見えるじゃん、うん、結局、うんうん、選手変えれないですね、うん、変えづらい、変えづらいです、うん、しもさんそうや、うん、だから勝った、ね、勝った時は次の試合もほぼ同じメンバーで、どんだけ過密の時とかもさ、うん、結構同じメンバーで行くじゃん、コンディションが、うんうん、悪くなければ分かりやすいっちゃ分かりやすいよね、うん、まあ肩さんの時はだってね、相手によっちゃもう全然メンバー変えたりしてたしね。その前の試合得点取っても次はベンチ外員の時もあ、ね、2段落ちするとかね、うん、あれはメンタルやられるよ選手、うん、マジでそうっすよね。だって点取って次の試合メンバー外ってなったらさ、うん、んってなるじゃん、うん、何が悪かったのって考えちゃうじゃん、うん、すごいですよね。あ、そういう説明があればね、スタッフとあればいいけどね、うん、こっちゃんのハットトリックもこの時ですものね。あ、後藤ね、うん、大分来た時に山形戦点取ったしな、あれが初得点だったらしいね、後藤もね。意外だったね。でもよう捉えますね。出ていたね。いや本当だよね。なんかなんでな、なんなのあれ。三平もそうやったよ。うん、ね、まだいるよね。うん、います、います。なんなのあれは。逆に本当ね。ね。昔からですけど、ね、昔からなんだ、はい、そんな俺も選手時代は意識したことねえからさ、出てないですからね。まあ一回出たんだ。はい、はい、市議と監督の二刀流をやってみてください。無理、大変そうですけど。あ、無理ですね。これはもう無理です、もう言っときます。大選手、はい、あ、ちょっと雰囲気を変えて、はい、こんな質問も来てますね。大輝さんが尊敬するサッカー選手いますか。尊敬するっていうか、やっぱり尊敬する、うん、あ、リスペクトはみんなしてますね。尊敬って、また憧れの選手じゃないけど、そういう時になって書いてたんですか。憧れは三浦和義選手です、やっぱり。あ、やっぱりスーパースターなんで、やっぱり誰も憧れるじゃん。まあそこを見るじゃん、まずは。昔からです、うん、それはもう三浦和義選手ですね。尊敬って憧れの存在、うん、もう、うん、スターでしょ。スターですよね、スター。オーラがすごいです。はい、以上です。はい、そういうのもあります。はい、そういう質問もあります。あとは、なんかどうすれば高松さんに会えますか。関係ないですけど。いやいや、J リースの練習とかよく、僕、J リースの試合をしてるから、水曜日の練習に、ね。水曜日は結構、松岡にいますよ。J リースが8時15分から練習があるから、それを見てトリニタの練習を見てっていうのがあるんで、水曜日は比較的行ってますね、練習場に。声かけてもいいですか。あ、声もう全然かけてください。逆になんかね、そういう相談事とかあれば、逆に相談事もなるんですか。相談いやいや、なんか雑談でもできる、ね、全然いいですよ、はい、水曜がチャンス、水曜がチャンス、水曜がお会いできるチャンスが高い。試合も行ってるから、ホーム戦。そうです、はい。明日も行きますか。明日も行きます。明日もちょっと午前中仕事をして、午後から行きます。はい。はい。はい、コメントで今、クラファン、トレーラーハウス、環境は良くなりますか。あわあわさん。ああ、すごくいいこと言って、こういうのもっと言ってほしいね。やっぱり、もう、練習場も老朽化してるじゃん、あの施設も。でクラファンでトレーダーハウスをね、2年後ぐらいかな、はい、やるんでしょ、うん、まあ、それも大事やけど、やっぱりファンサポーター、ファンやね、ファンの方たちが見れる環境をもっとしてあげないと、うん、もうあんな木の椅子をポーンと置いてさ、もう少しちょっと裏のところ作るとかさ、まずそこでしょ。この間言ってましたもんね。もうずっと言ってるよ、かわいそうよ。だから、ね、今見てる人は暑いじゃん、うん、もうこの夏がめちゃくちゃ暑いでしょ、もう昔と違うんだからさ、うん、熱中症なんだよ、見てる人も。あんなも日よけになるような場所を作ってさ、スタンドしっかり作ってあげんとさ、まずそこやってほしいよ、俺は。トレーラーハウスより。ね。普通そうやろ。そこにお金をかけろってことよね。どこに支えられてるかっていうとこやから。ね。次に行きます。来年、大分に来てほしい選手。ああ、これまたちょっと、またね、年末ぐらいにやりたいね。シーズン終わったらやりますよ、これ。ああ、誰か来てほしい選手といなくなる選手やる。
いなくなる選手あんまりこう。え？いや気になるでしょだって。あ、まあ移籍する選手のこと言ってんだよ。だから、いや取られちゃうんじゃないかな。そうそう。そうね、ああ、だから、あ、これはまた、ね、次回、やりましょうかね。まあ、現時点で。現時点では今ちょっとそこまで考えてなかったね、正直。考えてないけど、やっぱり点が取れる選手、ストライカーが欲しいですね。江野さんはどうですか？ゴールキーパー。ああ。もうその2つでしょ、やっぱり、まず。小島呼ぶ新潟、新潟の内容なんですね。すごいですよね。うん、だから分からないってことよ。だって上福本もさ、最初第3、ね、第4キーパーだったんだよ。うん、それがさ、どんどん違うチーム行ってさ、徳島もヴェルディもさ、でフロンターレも行って出たりしてるじゃん。本当、キーパーって伸びしろめちゃくちゃあるから、だから西川なんかマジ分からないよ。今年ちょっとまだ苦しんでるけど、キーパーはちょっとね、ちょっと競争する意味でいるかもね、やっぱりね。ああキーパーの質、やっぱ高かったじゃないですか、今までずっと。そうそう。大分といえば。だって、吉坂コーチいるんだから。あの、熱いゴールキーパーコーチがさ、名コーチ。名コーチ。あれが大きいよ。あれがいるから、キーパー、だって大分のゴールキーパーもうめちゃくちゃ成長していくやん。うん、やっぱ吉さんの練習の厳しさ、やっぱり実践できるトレーニングっていうのは、うんうんなんかあるやろね。何を何喋ってるか分からんけど、熱くなった時に。もうわーわー言ってるからさ、選手も流してるじゃん。でもそれぐらい熱いから、選手も分かんのよ、ゴールキーパーも。でも、吉さんの存在っていうのは大きい、俺は。そうですね、じゃないと、ずっともう何年の10年以上よ、ゴールキーパーで。で、こんだけ選手を育ててさ。みんな大きくなっていきます、ね、そうよ。で、帰ってきたら吉さん、吉さんじゃん。やっぱり人としてもすごいんだと思います。見てるかな、だいぶ褒めたから見ててね。ヨシさん、だいぶ褒めてたよ、俺。今の、ね。社会福祉協議会の方が、はい、密かに応援しているものです。いつも動画やガチトリヒーターを楽しみにしています。社会福祉？はい。ね、協議会から今のホルトにありますからね。2000年からです。なんかあの、もしかしたら、あの、知ってる人？いやいや、多分。ありがとうございます。本当に逆に。なんか嬉しいですね。そういうのなんかやっぱりモチベーションになりますね。うん、私も。あ。よかったですね。結構みんな。あ、知らない人もいたんだ。やっぱり告知不足ってことですね。まあそうですね。だって我々もね、定期的じゃないんで、これはもう思いついた感じでありますから。これはね、緊急会議。ですね。これは本当申し訳ないです、皆さん。本当になかなか集まれる機会がなくてですね。みんなやろうやろうって言って、周りで結構僕も言われてたよ。ミスターチャンネルで終わったんですかね。もうやらないんですかって結構言われてたから、まあちょっとね、皆さん楽しみにしてくれてるんで、本当にやりたいんですけど、なかなかスケジュールが合わないっていうね。でもう12月はマジであの、くだらない、サンペとかまた呼んだらできていいな。また忘年会。忘年会。回ぐらいね、ちょっとみんなでふざけたらいいかなっていうのあるんで、できるように頑張ります。はい。はい、まだ終わってませんが、現時点での今期の MVP は誰でしょうか。これでも結構簡単でないですか。もうだって野村になっちゃうもんね。うん、正直ね、あの、結果っていうからするとね、うん、まあまあ、野村で。まあ正直それが多いと思いますね。もうもちろんそうです。いや、でも1、あ、まあまあ、俺、今ちょっと怪我してますけど、1年ね、こうできるっていうのをアピールできた1年でしたよね。いや、本当そう。自身としてもね。で、そうね、この数年だって出てなかったからね。うん、うん、あ、確かにね。いや、俺は、うん、まあ野村やけど、違う視点からで言うと、まあやっぱりアウェイのファンサポーターだね。今シーズンすごかったじゃん。まあね、うん、長崎もそうやけどさ、ね、あれはやっぱり MVP じゃないの、逆に、アウェー、熊本とかとさ、綺麗にまとめましたけど、すごいですよ、ね、まあ、逆にみんな、もうアウェーの方が楽しいんじゃねえかと思ったもん、ホームで見るより、アウェーで行った方がさ、なんか一体感あるなと思って。なんか雰囲気のさ、ね、なんかすごいじゃん、見てる。ギュッと押し詰められますよ。そうそう、でさ、なんか見てるとジーンとくるもんね。あれやっぱ選手としては。いや、もうジーンとくるよ。現役の時
時は現役時ももう特にね、あのアビスパ戦はすごかったね。そうですね、もうゴールだと、もうこうやってメインとバックスタンドも青やったからさ。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。まあでも勝率も良かったと思うわ。いや、そうです、そうです。あ、もうアップも近いからさ、もうあれはやっぱり来るわ、選手は。自然とモチベーション上がる。大輝さん、ジーンと来てくれてたんですか。ジーンと来るけど見せない。ちょっと見せた方が良かったですね。あ、もうちょっと見せた方がいいわ。いいの、いいの。そうそう、え、イエーイみたいな感じで、どんな感じだ。じゃあ、ジーンとこういうジーンと。そんなやついる選手。そんなやついる選手。これでジーンだったなーって。それやべ、集中しろって何やろ。いやいや、なんかこう、よかった、伝わって。いやいや、本当、選手はね、感謝してますよ。本当に。ほら、あの、ほら、今季8回行けましたって書いてもすごいですね。そうですね。どこがいいんだろう、みんなに聞きたいね。やっぱり、アウェイで。今聞いてみましょうか。うん。どこがいいですかって。うん。どこのアウェイがやっぱりいいのか。で、食事が美味しいところを教えてほしい。そこですね、やっぱ。そこが一つの楽しみですね。そこは大きい。金沢行くんだっけ。金沢行きます。金沢でおすすめなところとかさ。金沢絶対いいですよね。いや絶対いい、美味しい。おでんの、うん、魚はマジ美味しいじゃん。市場行きました。あの、行ってない。あ、行ってない。おでんは行った。おでんは行った。おでん何が美味しいんですか。なんか何でも美味しいよ、もう。何でも美味しいわ。何でも美味しい。お酒も美味しいんでしょ。お酒も日本酒も美味しい。やっぱり水がいいのかな。金沢富山って今すごくいいね、やっぱり。なんかやっぱり皆さん金沢行く人いるんじゃないのかな、いっぱい。ね、読みかけるとその答えは返ってこないんですよ。見てないんじゃない。見てねえんだ。え、呼びかけ、呼びかけたんですけど。呼びかけたけど、藤枝が良かった。いや、藤枝戦も多かったね。あの試合も結構キーマンやった。移動でそのまま行った感じの試合なかったっけ。うんうん、そうです、そうです、ね、この試合大事だぞっつって。領事って、あー、ゴールキーパーや。川本領事って昔いたのや。あ、そっか。辻を盛るわ。あ、そうですね、そうですね。俺、辻尾に聞いたのよ。金沢行った時に。そういえば、美味しいところ。美味しいとこ、どっかあるっつったら、なんかおでんと、なんか寿司と、なんか肉と、バランスよく、ここはいいですよ、つって。お前が来んのかと思ったけどね。藤枝のカツカレーが美味しい。あ、そうや、なんかカレーがなんかなかった金沢って。金沢？金沢のカレー有名じゃなかったっけ？わかんないです。スタグル、あれなんだろう。え？スタグルのカツカレー。あ、スタグルのね。いわきはご飯が美味しかったそうです。いわき。いわき。福島？いわき。僕も行ったんですけどね。いわき。待って、俺。ああ、でも俺、そうですね。そのまま東京帰ったんで。食べてない。まあまあまあ、そら次の日帰るからね、東京までは出たいでしょうけど。あ、い？アリーナ、ピッチが近くて。ああ、確かにね、福田、ああ、そうね、あれもサッカー場だからね、うん、俺もオシムさんの追悼試合で行ったけど、久々にやっぱりサッカースタジアムでサッカーすると楽しいね。ああ、やっぱ全然違います、ね。全然違う。まあね。いや、見る方は全然違うやないですか。うん、で、やるもんプレーもやっぱ違います。全然違う、マジで。で、その埼玉スタジアムも阿部ちゃんの引退試合で行ったんやけど、うん、やっぱり違うね。気持ち。やっぱりサッカースタジアム。で、お客さんも入るからさ。専用スタジアムはいいですよね。専用スタジアムやっぱり違うね。まあ将来ね。欲しいですね。金沢はチャンピオンカレー。そうそう、チャンピオンカレーや。そうそう、なんか、そうそう、なんか有名なのチャンピオンカレー。さすがに、ぷいぷいさん、さすがな。さすが、行ってるんでしょうね。金沢行きますよ。ああ、アウェイで好きなところは札幌神戸。ああ、ちょっとチャラいですね。その方さん。知ってる人だからこの人は。ちょっとね、札幌神戸はもうみんなそれ知ってるわね。あ、ゴーゴーカレーや。ゴーゴーカレー、そうそうそう。ゴーゴーカレーや。あのなんか黒い、ちょっと黒いカレーでさ、なんか金沢が発祥じゃなかったかな。うん、そう。記念館がありますよね。うん。ゴーゴーカレーや。ちょっとなんかあるのよ。黒いってか、なんか黒いってか、なんか、量が多い。こういうのはもうドーム、うちのドームが一番っていう。特にないです。ドームが一番。まあそうやな。だって、屋根があるのはもう特別、雨ね、影響ないっていうのは、やっぱりそれが一番のね、特徴ですしね。だって、九州で一番お客さんが入るスタジアムだからね、そらもうすごいよ。だから、最近さ、
前ちょっと大分県サッカー協会の理事会でさ、ちょ言っちゃって言ったのよ。もう今5年間さ、代表戦やってないのはどういう原因、うん、まあ前の渋滞でさ、うん、そういう原因があったじゃん。でもラグビーワールドカップでもう検証して、ちゃんともう大丈夫だって示したからさ、ちょっと日本代表見たいよね、今特に、今の日本代表。うん、あ、そうですね。で、大分でしかできないわけだからさ、ちょっとこれ、日本サッカー協会の人見てたらね、ぜひ大分でまた検討してほしいね。じゃないと子供たちに見せたいじゃん、今の代表。うんうん、今はもう、いや、面白い。すごいっすよね。いや、今お金払って見に行っていいと思うわ。うんうん、ね、それをできるのは九州で唯一の大分銀河で、デズナックドームだから。そうですね。ぜひそこはね、ちょっと、大分県サッカー協会含めてみんなでね、力合わせて。うん、まあ、ラグビーは本当ね、あれだけやったんで、ね。そうなんですよ。まあ、ちょっとね、それをちょっとまたね、はい、やってもらいましょう。海鮮がとっても美味しいので、富山の方も見てくれてんの、 ありがとうございます、はい、いや、そんなん言うと行きたくなるね。行きたくなりますね、代表見たい。ああ、そうやろ、あ、代表ほんとね、やってほしいね。だって経済効果も1試合やるだけで6億とかそんぐらいあるのよ。だって関係者も来るでしょ。で、サッカーだけじゃなくて飲食店も潤って、ホテルも潤って、いろんな経済効果あるじゃん。それはやっぱりサッカーの一つの魅力なんで、それができるのはやっぱりレゾナックドームしかないんだから、ね、これはもう経済界の人に頑張ってもらおうか。頑張ってもらいましょう。ああ、2016年鳥取しんどかったけど目の前で優勝したので良い思い。ああ、遠いっすね。なんかね、言ってたね、あれで結構なんか大変やったよ。みんな選手も電車で移動したって言ったっけ。そうそう、聞きましたね。確かにね。でもあれ、サッカースタ場やって、スタジアムやったよね、鳥取は。専用の専用でしょ。あれ専用じゃなかったっけ。違う、わかんない。いやいや、専用だったと思うよ。本当ですか。うん。で、そんなこんなで、はい、秋田戦のスタメンを教えてほしいという件も多いですよ。秋田戦のスタメンですか。はい。ちょっとまだご飯の話がしたいな。やっぱりそう。あ、大丈夫です。すいませんでした。いや、皆さんね、視聴者の方がやっぱり知ってるじゃん。情報がいっぱいあるじゃん。その美味しいところとかさ、うん、ね、そういうのやっぱり皆さんで共有したらさ、行ってみようってなるじゃんね。アウェーはやっぱ、アウェーのそれですもんね。やっぱり金沢いいんだね。金沢、うん？そのための前提にはやはりトリニータが J1 にいなければ。え、何について。あ、これは関係ないよ。J1 にいようが、J2 にいようが。やるかやらないかは、こう、まあ、渋滞対策をしっかりしてくれっていうことでしょう。はい、日本サッカー協会は。それを改善できれば、また検討しますよってことでしょうから。はい。じゃあ、スタメンお願いします。でも、食は終わったの。はい。だいぶもう終わりました。あ、ないんだ。コメントないんだね。はい、スタメンはもうよ、俺、最近、トリニータの練習見てないからさ。うん、ユノッチにしてもらおう。まあでも前節とか、なんか、そうそう。前がどうなるかでしょうけどね。今どうなんですか、トレーニング見に行ってるでしょ。はいはい。だから、伊佐選手が復帰できるかどうかっていうのは。何、伊佐はね、別メニューだったってことですか。だからこの前の試合で。あ、ちょっと痛めたの。痛めて、まあ、打撲なんですけど、それをどうするかでしょうけどね。じゃあ、まあ一応伊佐をワントップでってこと。どうで？でも、え、何？同じでしょうけど、ね。433。433。まあまあ練習見る限り、うん、練習見る限り、そうなのかなというのはなんとなくですけどね。確かに悪くはないから、悪くはないっていうか、433で、ちょっと代表ウィークの時に2週間ぐらい空いたじゃん。うん、あの時 J リースとトレーニングマッチしたのよ。はい、その時はマジまだまだひどかったっていうか、うまくまだ機能してなかった部分があったんだけど。うん、栃木戦見ると、まあ、うまくはまってたよね。この弓場がまたいいからさ、2列目からさ、今よくそうですね、渡辺と弓場がさ、うんうん、で、羽田がアンカーでさ、うまくバランス取ってるじゃん。そうですね。だから弓場がここから出てくるのは大きいよね、2列目、長い距離走るからさ、どんどん顔出して、うんうん。で、この良さってさ、ペナの中に人数相当かけれるじゃん、うん、みんなが3枚、4枚入れるからさ、怖さあるよね。もう変わらないってこと。変わらない。あ、変わらないってことですね。あ、でもどうです、この左サイドのとこの野崎選手っていうとこ。左右やろ。あ、右か右。俺はね、左は高当たりしたい。もう俺だって勝たないともう終わりだから。
まあ、香川もいいんやけど、もう左はもう本当攻撃的に高畑藤本で行ってほしいね。香川も悪くないんだよ。変えるとしたらそこかな。左。うん。で、ペレイラが復帰するけど、俺はアルドと俺はデルランでいいと思う。うん。うんうんうん、こうしてる間にミスターちょっと1個答えてほしいんですけど、はい、あの遠征した時に選手はスタ、はい、ご当地スタッフ食べる機会あるんですか？あ、ナイス。ないもうホテルであのご飯はもう全部用意されてるんで、で、やるくん。うん、もう監督によっちゃもうコンビニも禁止とか、コンビニだけ OK とかっていうのあるし、あの9時ないですね。もうフルーツ系とか夜食で、あのちょっとした夜食を置いたりとか。朝の散歩とかは？朝の散歩もある、監督によっちゃ、うん、で個人でみんなでとかで、個人で行く人もいるし、もう個人に任せてる監督もいるし、監督で本当変わりますね。まあ、ご飯はもう全部一緒ですね、選手と。だから、こっちが指定した料理を、まあ、炭水化物や、まあ、いろんなものを置いているって感じですね。で、予算の問題もあるから、J1 の時はいいホテル、ご飯やったけど、どんどん J2、J3 行ったらもう、それはもう、しょうがない、もう頑張って上がれば、そういうのがあるよっていう。もう J1 の時、結構改善したんでしょ、結構行って。ああ、もう我々はね、文句っていうか、もうよくしてくれっていうしか言いようがないからね。交渉したんでしょ。交渉はするよ、ただ。で、一番きつかったのがベルガーの時はきつかった。オランダの監督の時は、あの、ナイターでも、もう終わったら帰る監督だったのよ。もうどんだけ遅くても帰れる手段があれば、もうだから北九州に飛んで、そっから、夜中のだから1時、2時とか、でもどうなんですか、そっちの方がいいっていう人もいるでしょ。もう動き、もう疲れてるから。うん、で、出るの、スタジア出るの10時ぐらいとかなるじゃん。で、そこからホテル帰ったらもう10時、もう1時になって、うん、もう寝るだけなんだから。うんうん、で、そこから移動っていうのも、また選手の負担大きいから、うん、まあ本当、それは監督によるけど、まあ、難しい判断だね、うんうんうん。で、次の日がまたリカバリーとか。そうですね。なんで、まあね、その辺はまた予算のとこだと思う。うん、え、試合後って寝れるんですか？寝れない選手とかもいるって。あ、寝れないと思うわ。大体寝れるって言うじゃないですか。寝れないと思う、みんな。まあ、興奮してるから、アドレナリン出て。まあ。それってやっぱり、こう、年齢重ねてもやっぱり変わらないんですか？ああ、変わらないかもね。ああ、だから薬で、あの、寝ようとする選手もいるし、まあ、試合前も特にそう、あの薬を借りて、ちょっと、睡眠を取るような形の選手もいるし、やっぱりプレッシャーもあるしね。やっぱりそういう選手もいたね、うん。俺はぐっすり寝れるけどね。寝れそうっすね。もう帰りのバスで寝てる。疲れた。はい、あ、スタメンはもう終わった？あ、スタメンでももうさ、もう変わらない。あ、一応ね。うん。あ、でも羽田選手なかったんですけど。あ、本当はね。ここ羽田選手。あ、練習見た感じもやっぱり変わらない感じです。まあまあ、だからここをどうするか。ここは誰が入ってたんですか？じゃあここはワントップのところは、そこは前は長澤が、まあ何試してますよね。試した、うん、あ、まあ、もう本当状態を見てとかになるよね。もうだって長澤子しかいなくない？もうそうです、宇津本そうですね、選択肢はもうサムエルもないでしょ、うん、あ、ないとは思いますけど。あ、うん、まあでも今のサッカーはちょっと伊佐がいないと厳しいかもなってあるね、うん、だからだいぶ厳しくなる、うん、まあワンチャンは新たをここに入れて、ああ面白いかもしれない、ヤマトをここに入れて、いや面白いかもしれない、いいかもね、伊佐がダメだったら。ああそれでもね、面白いかもしれない。結局前からプレッシャーかけたいんだったら新たも行くし、うん、でここでバランス取ってね、うん、ヤマトをね入れても面白いっちゃ面白いけどね、うん、これ面白いかもしれない。うん、まあ、あと野村が、うん、出れそう。どう？いや、まあ、出てもやっぱベンチから。ベンチ入れそう。いや、そこも厳しい。まあ、わかんないですね。ベンチ置いたら、うん、出たら、あの辺の選手ってこう流れをね、うん、こう変えることができるんで、それはジョーカーとして面白いですよね。うん、入れてほしいなっていうのはありますけどね。出て怪我したらもう終わりで。まあ、あと中川選手ももう状態はいいんで、ベンチ入る可能性はなくはないですよね。
だから次のベンチメンバーは面白いかもしれない。ほう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 。秋田戦ね。秋田戦。まあ多分こんな感じになるとは思いますね。なあんまり変わらない気がする俺も、うん。見てないから分からんけど練習を。はい。もうだいぶしたんじゃない？どうですか皆さん、コメントない？え、あ、まだあるんだったらやろうか。いや、でもすごい。いや、たまにしかやってないんで、もう視聴者にさ、ご迷惑してね、やろうやろう詐欺になってる俺ら。だって僕でさえ言われますからね。でしょ？もうだから、やるやる言ってさ、全然できてないんだからさ、もうやるときにさ、やっぱり皆さんのコメントをさ、答えていいじゃん。ね？うん、どうだろうね、これは嬉しそう。俺が一番よ、俺だって。俺も雑草魂じゃない、そんな、まあ、1、2年目とかもなれると思ってなかった。それはもう、いろんな指導者のさんのおかげで、自分ができたわけだから、うん、それはもう、やっぱり一さん、新次さんっていうのは、いや、大きかったね。1年、2年、3年目はね、本当練習厳しかったよ。もう1日2ブレーンだってこと、ずっと。今1ブレーンや。そうですね。居残りじゃないけど、もうそうよ。もう1対1とか2対2とか対人。もうだから若手は練習終わりにトレーニング。だからそれ練習量多かったですよ、ね。いや、めちゃくちゃ多かったですよ。ね、めちゃくちゃ走ってたから。あ、だって、走りの日とかもあるんですよ、ね。そうよ。もう立ち上げ4キロ走、5キロ走だったから。で、遅いグループは5キロ走。早いグループは4キロ走とか、新次さんの時とか。地獄よ。で環境もまだ整ってないじゃん、うん、で石さんの1年目なんか大須に体育館あったじゃん、うん、大須の体育館行って、はい、トレーニングして筋トレしてで CA をの周りを端から端まで走るんだよ。部活みたいな感じです。そうよ、トリニタの選手が端から端が多分1キロ2キロぐらいのそれを走って午前中終わりっつってで午後から当時犬飼いに行ったりとか、うん、だからもうプロっていうよりは本当部活動。最近2ブレーンあんまり見ないですよね。まあちょっとその練習の中身も変わってきたじゃん。だって昔は走るトレーニングとかあったけど、今だから走るだけのトレーニングっていうよりはボールを使ってやるし、うんうん、でも今石さん青森では走るトレーニングとかめっちゃしてるらしい。そうなんですか。姫野が言ってた。ちょっと前姫野と会って青森はまだ2ブレーン前でやってますって週2ぐらいでやってるから、そこやっぱり石さん変わってないんだなと思って。やっぱりそれぐらいね、それぐらいって言ったらあれやけど、やっぱり多少と土台っていうのは大事だから、うんうんうん、まあ特に若い選手、ゲームに絡んでない選手は、うんうん、まあ追い込まないとね、うん、っていうところはやっぱりあるかな。はい。ペイさん、いいですか？俺、ペイってあの三ペン？じゃあの。はい。年末年始にフリーの方。フリーの肩さん。肩さんは。肩さんも今フリーなんで、もう来シーズンいろんなとこから回しかしたらオファーあるかもしれないから、もう来シーズンね、チームが決まったらもうそこで動くから、多分もう、はい、ミスターチャレンジには来る時間はないと思いますね。来たら面白いけどね。面白い。今日のファッションはこの衣装提供を受けているモンさんからの T シャツです。もうちょっともう冬に11月になるんやけど T シャツ短パンやってないですか？ T シャツなんで短パンなんで今日登場した時本当びっくりしましたもん。え、こういう今日のファッションはこうです。あ、ファッションショーした方がいいかもね毎回。あ、本当や、ね、そうですね。せっかくあのモンさんから衣装提供、可愛くないですかこのワンポイントも。どうですか皆さん、買えるから、これ生地もすごくいいよ。後ろなんか入ってる？入ってる。ここに入ってる。見える？はい。入ってるけど短パンだからさ。え？いやいや、これ本当ね、着心地がすごくいいよ。でも最近よく見ますよね、モンさんの T シャツ着てる方っていうのは。ね、最近衣装送られてきてないな。可愛いやろ、これこういうの好きなの、ワンポイントで。可愛い、秋ですよって感じ。あ、そうね。でも俺冬でも T シャツだからな。確かに。うん。最後の。あ、最後ですか？もういいんですか？もういいですか？いやいや、もうあるんだったら全然。めっちゃあるんですけど。いや、皆さんがね、もう飽きてきたらやめるわ。え？もういいやと思ったらやめよう。ね。まあ、いや、だってもう俺らはもうやめるって言えない。だって久々なんだからさ。聞きたいことあるんやったらやっぱり。見てる人がもうあんま不明なくなってきた。じゃあ
やめようか。もう次だってもう12月でもう。うん、恒例の忘年会すりゃいいやな。あ、忘年会はね、ちょっとやりたいね。ほんとね。どういう内容紙にする？呼びたい選手誰かいる？そうですね、なんか。うん、みんなにちょっと意見も募ったりしてみましょう。そうね。トリニータの選手ってよりは、やっぱり、ゆかりのある選手。ゆかりの選手が面白いかもしれないですね。うん、現役はやっぱ、ね、現役でなんか、あの、今のチームはね、やっぱ。ムー呼ぶ来ますか来るやろ。前なんかチラッと見た気がするんですけどね。いや、来てくれるじゃん。来てくれる。大吉さん大吉さん飲みましょうって来ると思うよ、あいつは。これで初ゴール決めてます。ねえ。だから、ムーと、なんか同じポジションのさ、若い頃のムーと司、面白くね。ああ。あの辺、似たような感じで。うん、年齢的には司が上やろ。そうです。ムーと司と雄大。お。あ、まあ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 、でもバランスのいい。ちょっと雄大にも失礼やけど笑っちゃったな。雄大、雄大はもうバランス取るから、あいつは。いやいや、バランサー。あいつはだってもう本当、あいつはもう、あいつの性格俺は知ってるから。雄大はもう、まあ、あそこ置いとけば誰が来ても。じゃあ、うん、あ、つかさ、ムー、清滝や。ああ、なんか似たような若い頃の苦労があるや。あ、ちょっと1年間からパッて出て、高校から来て、うんうんうん、司もパッと花咲いて、ムーも花咲いて、今日はちょっとあれか、まあちょっと花咲いてっていうね、感じの似たような感じのあるじゃん。3人息が。もう詰めて、ここで。それ、すごいですけどね。いきますか。いや、いけるでしょ、普通に電話すれば。あとはもうスケジュールだけ、俺の。俺のなんですか。俺の先輩の話じゃない。ちょっとその威厳を見たいですけどね。普通そうやでしょ。違うの。何？ね、ああ、あ、それか。これも面白いかもしれない。あ、本当だ。それはちょっといいね。あ、この人すごいわ。でも微妙な空気にならないですか。同級生。待って、そこ3人だけかな。そうなんですよ。4人じゃないかな、これ。あ、それ面白いね。あ、あれこいたキーパー誰やったっけ、キーパー。キーパーも同級生じゃなかった？いなかったっけ？違う。ここは違うね。ここは違う。あ、それこれいいね。これ面白い。トリニータ。これ見たいっすね。ね、ああ。エプトンにいる東君はどうですか？ね？東君。あ、敬語？敬語。ああ、敬語は誰と被ってるのか。あ、それ同級生会しようか。ちょっと年代別の。同期。うん。一番。そっか。あ、じゃあもうあれだ。一番上はだから有名は西川と。中作と、つこさと、まあ、どそこ、ね、あ、福本や。福本は出たいって言ってたね。あ、そうなんですか。あ、福は。うちに、うん。あ、その3人もいいかもね。ただ、中作次第だね。あいつほんま電話出んからね。マジで。呼びかけた方がいい。いや、あいつはマジでね。あいつのスケジュールが一番やな、マジで。あ、そうですか。うん、でも前、昔出たよね。ズームの時は。ズームだけですね。うん、いや、西川は多分ちょっと。あ、西川選手ダメなら。うん。ただ、出てこんや。まあ、皆さんはやっぱり三平さんも見たい。あと、松原君。だから、松原の年代は誰な、そこの、また、トリニダに絡んでるようなやつで。だその、二個上が、あ、それをちょ企画でやろうか。ユースのトップに上がって、まあ、複数いる選手っていうのの年代で。うん、別に。だ、一番上なんてやっぱり、つかさの時から始める時にやろ。そうそうそう、うん、上からやっぱりさすがにね。うんうん、でも、新作が来んやろうな、あいつ。あ、わかったわかった。西川選手の代役。誰？吉坂コーチでしょうか。あの、二部屋くんが出てかって。あー、二部屋？あー、あ。シーズン中じゃねえの、フットサルって。いや、年内で終わります。あー、でもそうか、年内か。でしょ、うん、もう、ヨシさんや。ヨシさんがコーチ。ファンボさん。あの時だって監督ファンボさんやから。いや、ファンボさん来たらもう絶対喋らんことないよ。いや、それも面白いや。あ、司会三平でいいじゃね、それで。ね。全然重ねないでしょ。いや、三平がいいって言うから。あ、友樹と松原はだって先輩後輩やん。
トモキは、ね、あトモキはだって今もうね、スコットランドで頑張ってるんで、ちょっとトモキにはこういうね、ミスターチャンネルで変にね、体調崩されても困るから、もう今頑張ってもらうとね、トモキにはね。タメちゃん、この間。去年出なかった、タメ田選手。ああ、あいつな、あいつなんか。みんなシーズンオフ感ないらしい。マジでタメ田、タメ田そんな人気あんの？いやー、だって俺も好印象になかったあれに入ってなかったもうあっ、その辺も聞きたいですね。30位以内に入ってなかったでしょそんな選手呼べんよミスターチャンネルは。それから呼べなくなるじゃないですか。あ、そうか。まあでもそのユースのところでかぶってるあれもいいかもね、うん、本当にね、うん、それは面白いですね。ペイはでももうね呼んであげたいけどね、頑張ってるから。とりあえずあのアフロはちょっと、あデカもね呼びたいね。デカもね引退して頑張ってるからね、 YouTube やってますね。デカもね帰ってくると思うから。デカの年代誰かおるんかな。年は誰かおるやん。もうでもナビスコ世代ですもんね、うん、同級生で言ってもいいかもね、ほんとね、うん、かもうその前後、あ清水がいるやん。滝にはデカと、あでムー君もいるやん。ムーも同期だっけデカと。いや一個下。あそうなの。それでもいいかもね。でも同じ時よね、うん、うん、それもいいかもね。ほんとスケジュールだねマジで。まあでもちょっとそこだね。はい、はい、もういいこれは、はい、もう終わっていいの？ 1時間もしちゃいました。あ、もう1時間ね。よし。じゃあ帰ろうか。じゃあ最後に。帰る、ね、帰る？え？最後は悩める高校生から。いやいや、もう。もうええって。もうええって。もうええって。LINE の返信に困ると娘にスマホを預けるのをやめて。え、意味がわかりません。LINE の返信。娘さんに預けるんですか？いや、もう。うわ、意味わかりません。私日本語、日本語わからない。私日本語わからないよ。じゃあこの辺で。はい。まあこの辺でいいですか。はい、もう最後ちょっとわからんコメントでしたけど、はい、まあ皆さん楽しんでいただきましたかね。はい。ね。思います。久々のミスターチャンネルでしたけど。久しぶりでしたね。ね、次はちょっと感覚を狭めて、ね。ですね。ちょっと反省しましょう。本当、毎回言ってるような気がします、ね。まあでも反省っていうのは大事ですからね。はい、まあまあやるときはしっかりやって、はい、反省するときはしっかり反省して、はい、まあ12月の年末に向けては、そうですね、まあ絶対何かしら形でね、はい、うんうん、絶対やるんで、はい、まあその前にちょっとまた選手とシーズン終わったら、そうですね。なんかそこのやりたいですね。うん、うん、まあその辺と、はい、また皆さんコメントください。はいはい、デカも呼びたいね、本当に頑張ってるもん、うん、あいつ YouTube していらっしゃるんでしょ、うん。そうそうそう。じゃあ一番やりやすいかもね、デカが。うん、そうですね。あ、坂さん。あちょびひげね。坂田まだこのひげあるんかな、この仙人みたいな。長かったですね。あれ。ちらっと見る限りなかった。なかった。あれ好きやったんやけどな、俺坂田のこのね、可愛かったや。ね。ああ引退したんだね。お疲れ様でした。お疲れてる。じゃあ、とりあえず明日大事な試合なんで。なんか口の中に髪の毛が入ってる。え？髪の毛の。え？明日大事な試合。あ、そうですね。皆さん明日大事な試合あるんで、はい、応援よろしくお願いします。応援しましょう。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうかね。はい。はい、じゃあ皆さん、ごきげんよう。また明日。また明日。もう。また明日。